メーデンはマーチングもこれ座奏っていうんですか、座ってやることみたいなやつですか。名古屋女子もすごい、名古屋女子も強いんですけど、名古屋女子は中学と高校のやつが混ざってるんで、愛工大もそうなのかな、混ざってるんでめっちゃ厳しいっすよ。僕の教え子何人か行ってるんですけど挫折しましたね。マーチング愛工大の中学受験はね、小学生っていう入試法があるんですよ。小学生 A っていうのと B っていうのと一般入学試験っていうのの2回あるんですよ。この小学生っていうやつで受かるといいっす。小学生 A と B っていうのが、小学生 A が8時10分集合のやつなんですけど、小学生 B が同日の14時から20分であるんですよ。午前が国語算数理科社会なんですけど、 B の方が算数と融合っていう問題なんですよ。融合っていうのは混ざってる問題なんですけど、言ってるんですよ。一般入試は国語算数理科社会っていう感じですね。基本的には受ける回数っていうのは4回あるんですけども、ただ小学生で受からんと厳しいかなと思いますね。小学生ちょっと問題難しいんですけど、国語は点数取れてるんであればいけるかなって感じですね。ただ今からやってでギリギリ間に合うかなぐらいですね。メーデンはね、問題自体が難しいんで、その子の学力次第って感じですね。無理だったら高校生から入るぐらいの気持ちの方がいいですね。あとは名古屋女子とかが強いですね。中学のマーチングで言うと。そうですね。過去問解いてみて、パーセンテージ出して、それで判断って感じですね。基本的には、まず学校の内申書が良くないと厳しいような気がしますね。小学生入試は午前の A 入試か午後の B 入試のどちらか一方の受験となります。去年か一昨年って両方受けれるんじゃなかったっけ？覚えてないですね。変わったのかな？僕の勘違いかもしれないです。